ウラジーミルはシリエビッチ、シチェルビツキー、バロデマー・ビシライビッチ・シチャーバイッキ、1918年2月17日から1990年2月17日は、ソビエト連邦の政治家。ソ連共産党政治局員、ウクライナ共産党、第一初期として、ウクライナソビエト社会主義共和国の指導者として、君臨した、ウクライナ人、レオニード・ブレジネフ、 アンドレイ・キリレンコに次いで、ドニエプロペトロフスク州第一書記に就任した。その後、ウクライナ共和国共産党書記を経て、1961年、ウクライナ共和国閣僚会議議長となるが、ニキータ・フルシチョフの寄避を受けて1963年に、再度ドニエプロペトロフスク州第一書記に降格された。1964年、ブレジネフが、 ソ連共産党書記長に就任すると1965年、シチェルビツキーは、ウクライナ首相に復帰し、1971年ソ連共産党政治局員となり、ブレジネフの親しい協力者として対等した。ウクライナ第一書記としては、前任者のペトロシレストが、民族主義に対して比較的穏健な立場を取ったのに、対して徹底したロシア化政策をとり、ウクライナ民族主義には、 否定的な立場を取った。ブレジネフを中心とするドニエプルペトロフスク派の一員として政治局内に大きな地方を占め、特に経済面においてソ連国内におけるウクライナの位置は重要なものとなった。1977年、ソ連全体の農業収穫が伸び悩む中でウクライナは記録的な成績を上げた。シチェルビツキーは ブレジネフの覚えもめでたく、レーニン勲章と、社会主義労働英雄の称号を得ている。以後、ウクライナ人という中央政界ではマイナスとなる、出自ではあるものの、ブレジネフ後の有力候補の一人として、名が取り上げられるようになった。1982年のブレジネフ死後、ユーリアンドロポフ、コンスタンティンチェルネンコ両書記長の時代を経て、 ミハイル・ゴルバチョフ政権においてもウクライナ共産党第一初期の地位を保ったが1986年チェルノブイリ原発事故において事故の情報を隠蔽し事故直後にキエフにおける命令更新を行わせるなどしたため事故犠牲者の拡大につながったゴルバチョフはチェルノブイリの事故を重く見て情報公開を推進することとなる ソビエト連邦の崩壊とウクライナの独立を見ることなく1990年2月17日72歳で死去。死因については公表されていないが自殺説が囁かれており原因はチェルノブイリ原発事故後の自身の対応があるとされる。ありがとうございます。